チーフレッスン、レッツゴー。ジョージ先生、ダウンピッキングの速度が上がりません。どうしたらいいでしょうか？なるほど。ダウンピッキングね、速度上げたいですよね。こんな感じで早く弾けたらかっこいいじゃないですか。こんな感じでダウンピッキング早く弾けたらかっこいいじゃないですか。なんですけど、もしかしたら皆さんダウンピッキング 1.5 回してる点があるかもしれません。のダウンピッキングなんですけど、ダウンっていうぐらいなので下に下げるもんで、ダウンダウンダウンでやってますよね。なんですけど、実は大事なのはこの戻る時のアップ動作なんですよ。ダウンしてから必ず空の動作で戻ってますよね。この空ピッキングができるかどうかが、ダウンピッキングの速さに関わってきますと。これができない人は実はじゃじゃん、こんな感じの裏技がありまして、これで使ってあげるとこんな感じでダウンピッキングすることができます。このアイテム使った練習方法の動画はこちらになるので、ぜひチェックしてみてください。ミュージックマスター。